岩石怪獣ゴルゴス、体長40メートル、体重10万トン、無数の岩石が集合合体してできた怪獣だ。そのものすごい重量を利用しての押しつぶし攻撃が得意である。背中には脈打つ心臓が見え、そこが急所となっている。モグラ怪獣モングラー、体長50メートル、体重2万トン、特殊栄養剤ラゼリー B1 を飲まされたモグラが異常に成長して巨大化したものだ。最大の武器は風速50メートル級の鼻息である。太陽光線に弱く、地上に出てくるのは夜か曇天の日に限られている。